お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本は脅威。2021年軍事力世界ランキングで第5位に、をお送りします。日本は軍事大国と世界から言われたら、あなたはどんな風に感じますか？いやいや、今の日本国憲法では、国を守ることだけしかできないはずだけど？とか、自衛隊って、災害救助をしてくれる人たちだよね？とかですかね？実は、日本の防衛費は、年々増加しています。2021年度予算は、5兆3422億円で、7年連続で過去最大を更新しました。それでも、国内総生産 GDP に対する比率は 1% 程度。2020年の調査結果を見ると、アメリカ合衆国は 3.74%、ロシアは 4.26%、そして韓国は GDP の 2.85% を軍事費に投入しています。これは他国と比較してもかなり低い数値です。それでも日本の軍事力はもはや世界が認めるところとなっていて、各国のメディアがこぞって取り上げています。今回は、日本の本当の軍事力について、海外メディアの評価をもとに見てみましょう。2021年軍事力ランキング第5位。軍事ウェブサイト、グローバル・ファイアーパワーが2021年軍事力ランキングを発表しました。そこでは、なんと、日本は第5位にランクイン。アメリカ、ロシア、中国、インドという核保有国の次に強大な軍事力を持つ国だと言われているのです。自衛しかできないのにどうして？と思いますよね。かつての日本はアジアの植民地支配からの解放を掲げ、軍事大国として猛威を振るっていました。しかし、第二次世界大戦後、全てが一変したのは皆さんご存知の通りです。戦勝国アメリカが起草した新たな日本国憲法は、通常の軍隊を組織することを禁じました。日本が他国を攻撃できるのは、日本が他国から攻撃を受けた時だけ自衛権の行使のみ。その規定は2022年現在も変わっていません。CNN の見解。世界的なニュースチャンネル CNN の記事によると、自衛しかできないからこそ、日本はここまで強くなったと言います。記事では、かつて、真珠湾攻撃でアメリカ海軍を震撼させた日本が、今、軍事大国として、また、世界の戦闘集団に入っていることを、専門家の意見を交えて解説しています。パイロットに白冠にし、ロニホンは、どんな相手にも引けを取らない。これは、アメリカ陸軍式幕僚大学のジョン・T・キューン教授のコメントです。しかも、日本は、他国の何分の1かの、わずかな予算で世界から認められるレベルまで強くなったと指摘。憲法により、戦争を放棄した日本は、攻撃力に予算を割く必要はありません。防衛力の強化に、予算も技術も一点集中させた結果、他国に劣らない軍事力を持つに至ったと解説されています。日本の軍事力を高く評価しているのはキューン教授だけではありません。他の専門家も、日本の海上自衛隊は、世界の海軍ランキングでも5位以内に入ると主張しています。そこには、アメリカという強力な後ろ盾があるのも影響しているでしょう。キューン教授は、イージス艦を使う弾道ミサイル防衛システムのようなアメリカの技術が、日本の強力な艦隊を、さらに手強い存在にしていると述べています。BBC の見解。イギリスの公共放送局である BBC のウェブ版にも、日本の軍事力に関する記事が掲載されていました。その内容は、自衛隊が過小評価されているのではないか、という点について、世界というよりも我々日本人に問いかけるものです。記事では、まず、自衛隊誕生の経緯について触れています。戦後、日本国憲法により戦争を放棄した日本、
しかし、それで困ったのはアメリカでした。1950年の朝鮮戦争勃発を機に、アジアの共産化を恐れたアメリカは、日本政府に再軍備を迫ります。共産主義国家、中国の侵攻に対抗するため、アメリカが日本に自衛隊を作るよう求めたのです。記事では、その後、戦闘で存在意義を証明する機会に恵まれなかった自衛隊は、国民から過小評価されるようになったと指摘しています。一部の人の自衛隊嫌いは、カルト的だとさえ言っているんです。当時の日本人の自衛隊嫌いは、その頃のゴジラ映画を見ればわかるんだとか。映画において、自衛隊は自発性がなく、ゴジラにやられるが、ママの非常に無力な存在でした。自衛隊を創設してすぐは、制服姿で街を歩く隊員たちに石を投げつける人もいたそうです。そんな過去があったとは信じがたいですね。自衛隊に名誉挽回のチャンスが到来したのは、1990年代に冷戦が終わった後。もちろん戦場においてではなく、国際的な平和維持軍としての活動でした。常に規律を守り、現地の人への配慮を欠かさない自衛隊は、多くの国で歓迎されました。イラクのサマーワに派遣された時は、前代未聞の感謝デモが行われたほどです。日本国内では、災害時の迅速かつ的確な救命救助活動が注目されるようになりましたね。例えば、1995年の阪神淡路大震災や、2011年の東日本大震災での活動などです。そのため、日本国民の中には、自衛隊イコール災害救助隊というイメージの方が強い人も多いそうです。その印象が変わった一つのきっかけは、2015年に成立した安全保障関連法です。これによって、自衛隊は、日本だけでなく、同盟国が武力攻撃を受けた時にも出動できるようになりました。いわゆる集団的自衛権の行使ですね。しかし、安全保障関連法の成立は、激しい議論を引き起こしました。日本が他国の戦争に巻き込まれて、国民が被害を受けるかもしれない。日本が戦争を起こす可能性すらある。そんな声が上がったのです。しかし、一方で、自衛隊の凄さは、平和維持軍としての活躍を通して、世界的にも有名になっていました。そんな自衛隊に助けてもらえることを心強く感じた外国人もきっといたのではないでしょうか。記事においても、活動の状況は、限られているものの自衛隊は、少なくとも強力な戦闘部隊になる可能性を秘めているとされています。また、日本の軍事力には、こういった背景もあります。抑止力としての日本の軍事力。日本の軍事力増強の背景には、やはり、中国や韓国、北朝鮮の脅威があります。2021年10月8日、岸田文雄首相は所信表明演説で、外交・安全保障政策の基本方針、国家安全保障戦略を初めて改定すると表明しました。防衛政策の指針、防衛大綱や5年間の防衛費の規模を示す中期防衛力整備計画も合わせて改定する方針です。改定にあたっては、沖縄県尖閣諸島周辺への中国公船侵入や北朝鮮による核・ミサイル開発を念頭に、海上保安能力やさらなる効果的措置を含むミサイル防衛能力などの強化策を盛り込むとしています。近距離にある国が着々と軍事力を強めている中、日本もそれに対抗できるよう備えるのは当然のことと言えるでしょう。ランキング3位の中国も日本の軍事力を警戒しています。ある中国メディアは日本の軍事力を考察する記事を掲載しました。それは日本の軍事力は世界の大半の国に勝てるほどだとしています。記事では日本は世界3位の経済大国であると同時に高い科学技術力を持つ国であり、国の総合的な実力から言えば、世界の強国であるのは間違いないと述べられています。もちろん、自衛隊の実力も軽視できません。しかし、記事では、日本人の精神性にも触れられています。
自然災害が多発する国で生きる日本人は、高い危機意識を持っており、日本人は武士道精神を尊重しているので、士気も高い。それゆえに、世界の多くの国は、日本の相手にはならないだろう。と論じているのです。記事では、そんな日本でも勝てない国として、アメリカとロシア、中国を挙げています。確かに、軍事力ランキングトップ3の国ですから、日本が、これらの国と単独で戦えば、苦しい状況になるでしょう。しかし、日本に何かあった時に、ランキング1位のアメリカが動くことを考えれば、逆に、中国が窮地に追い込まれます。中国は、着々と軍事強化を進めており、尖閣諸島周辺では、不審船の目撃情報が相次いでいます。近年の中国の軍事力増強は、未だかつて例がないくらい急激に進行しており、近隣諸国に大きなプレッシャーを与えています。それでも、まだ決定的な侵略行為がないのは、日本の凄まじい軍事力が抑止力になっているからだと言えるでしょう。海外の反応。日本は、周りの国の状況に応じて、最低限の軍事力に留めているだけだから、今の軍事力が、日本の限度だとは思わない方がいい。経済規模も高い日本が、本気になったら、今の数倍レベルの軍を簡単に用意できるはずだよ。日本の自衛隊は、陸海空ともに、数はそこまで多くはないが、非常によく訓練されている。装備のレベルも高い。たとえ、どんな国であろうとも日本を侵略するのは、とてつもなく難しいだろう。憲法を見直すことは、できないのか？いざという時のことを考えると、他国を攻撃できる手段を持っていてもいいと思う。そもそも、日本が急速に近代化して、軍事大国になったのは、欧米列強の植民地支配を恐れたのが始まりだ。現代の日本が、どこかを侵略するとは考えられない。日本の軍事力拡大を、私たちは、心よく受け止めるよ。日本人の精神性や本質としてよく挙げられるのが、集団を重んじる、性格や慎重さや細かいところへの気配りなどです。こういった性質は、現代の軍隊にとって理想的な資質なんだそうです。しかも、自衛隊は、90式や10式などの主力戦車や、ライセンス生産された攻撃ヘリコプター、最新式の無人偵察機などアジア全域でも、最新鋭の装備を備えています。2022年現在、国産戦闘機 F3 も開発中です。装備という点でも、隊員の資質という点でも、日本の自衛隊は優れているんですね。この点は、自衛隊と共に訓練することの多いアメリカ軍も認めています。とはいえ、自衛隊には、文化的にも法的にも予算的にも、大きな制約が残っています。やはり、憲法上、自衛の域を出てはなりません。そのため、爆撃機や航空母艦、長距離弾道ミサイルなどの保有は不可能です。しかし、今世界に、必要不可欠な存在として、軍事大国としての日本を求める声が上がっているのです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、誰も戦争は望んでいないので、軍事力というワードを目にするとドキッとするかもしれません。でも、だからこそ、侵略されないための戦争抑止戦力は絶対必要だと思います。世界5位とはいえ、日本や台湾を脅かす中国は世界3位。油断はできません。中国の軍拡スピードに置いていかれないようにしないといけませんね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。